月刊初通信出ましておめでとうございます。西川口ハーツブッキング担当原畑です。年も明けましたということでね、皆様のんびりしてますでしょうか。2024年、私の抱負というかね、ちょっと目標、これだけはやっておいた方がいいということをここで皆さんの前で発表しておきたいと思います。私ですね、実は、親戚がですね、蕨に住んでいるということが分かりました。この親戚とはですね、まだ会ったことがないんですね。中央のどこかにいるらしい。私はね、蕨と言っても比較的東口に生息してますので、西口のね、中央の方はちょっとね、弱いんですけどね。2024年はそのまだ見ぬ親戚に蕨で会おう、そう思っております。この番組は西川口にありますライブハウスハーツ公演情報と一押しアーティストイベントミュージックビデオを交えてお届けします。 CM の後ハーツハラハタ今一押しのイベント紹介、お楽しみに。さあ、一押しのイベント紹介でございます。こちら2024年1月21日日曜日、学祭東京ミュージックライズ2024スプリング埼玉予選、このイベントはですね、東京ミュージックライズという東京、千葉、埼玉、あとはねウェブ等々でですね、やっていますコンテストですね、それと、我がハーツで、学祭というね、いろんな高校の学園祭がちょぼちょぼあって、学校の、高校生とかのね、イベントとかあるんですよ。そういうのは、でも校内ライブだから、まあ、言い方を悪くしてしまうと、胃の中の蛙かもしれない。ということで、ハーツプレゼンツはですね、そのいろんな高校とか、まあ大学生でもいいんですが、出演してもらって、バチバチ戦って、殴り合っていただいた後ね、河原で寝そべって笑い合ってもらおうという、そういうイベントを昔からやってるんですね。それのまあコラボイベントをしまして、この日にですね、まあ23歳以下の、出演者に限定したイベントが行われて、この日埼玉予選となっておりまして、勝ち抜きますと3月29日金曜日、全国大会というのにね、出場が決まるという、まあ、そういった大会になっております。こちらね、出演者は続々募集しておりまして、この収録している段階でですね、今 1,2,3,4,5,6 6組、そして、ゲストのバンド一つ加えて、まあ、現在7組決まっておりますが、年末年始の間におそらく希望殺到して枠も埋まってるんじゃないか、埋まってなかったら大募集しているので、皆さん今すぐ応募だ、あなたの娘あなた出なさいよ、蕨の人が言ってるわよ、そうやってね書きつけてください。さて、それではこのゲストバンド、素敵なバンドのミュージックビデオを見ていただきましょう。なんとこの人たちも十分参加資格がある23歳以下バキバキでございますが、ウェンディですね。ミュージックビデオをご覧ください。Six-string on, rock and roll to the sunset strip. Won't let go.
ウェンディで Chasing a Song 見ていただきました。ねえ、ウェンディはですね 19.5 歳平均というね、バリバリに若いバンドなんですけど、見ましたかこのビデオ。ロサンゼルスですよ。ねえ、あの大谷くんが生息しているロサンゼルスでね、ビデオシューティングを観光してますね。ギターケースを持ってビーチ沿いみたいなところを歩いてますね。日本とはやっぱり青空の質が違うね、アメリカはね。でこの曲はですね、あのアメリカそしてロサンゼルスのね、サンセットストリップに、かつて栄光輝かしい LA メタルブームなどなどにですね、憧れをきっと持った日本の若者たちがね、サンセットストリップでロックしたいぜみたいなようなことをきっと歌ってるんじゃないかなと僕は思ったんですが、いかがですか。血生臭いハードロックみたいな曲ではなくて、こうちょっとおしゃれに仕上げていくのが Z 世代じゃないですか。僕はあのゼータ世代ですよね、ガンダムのところね。はい、このウェンディがゲストバンドとして登場しますので、対バンするチャンスは今しかないかもしれないかもということで、出演者お待ちしてます。2本目のイベント紹介はこちら。1月27日、 NK Feel Good で、こちらはですね、あの2020年のね、ハーツがなんと大宮時代から数えて25周年を迎えるんですね。記念すべきですよ、25周年。シルバージュビリー、銀婚式、熟年離婚というね、この25周年を迎えますので、ちょっとね、力を入れて気合いの入れたブッキングをやっていくぞっていう決意を込めたようなタイトルがついております。出演者は西川口のエースと言っても過言ではございません、銀幕一郎とタイムカフェ、そして真っ赤なねボーカリストが燃え上がっているザ・フリーマン、こちらもね、西川口近辺に縁があるらしい。そして、ザ・キャプテンズ。こちらね、キャプテンというのは本来一人なんですけど、キャプテンに S をつけてキャプテンズになれるんですね。これはすごい。日本ならではかもしれませんね。そして、初めて紹介すると思われます。こちらですね、ド派手な、メルティースマイルさんですね。メルティースマイルさん。アルバムがリリースされるということで、こんな素敵な映像がございます。全曲トレーラーの中からかいつまんでどうぞ。いやー、ド派手でございますね。まあ、いわゆる70年代の T-Rex、そしてデイビッド・ボーイ、
そしてまあスレイドとかね、スウィートとかね、ああいったあのグラムロックにシンパシーを受けた Z 世代ということでね、 Z 世代でありながらこんなことをやってる人はおそらく彼以外には世界中を探しても5人ぐらいしかいないんじゃないかという気がしております。あのギラギラしてね、あの去年ぐらいからあの多様性という言葉が取り沙汰されておりましたがね、メロディースマイルのアーシャを見てくださいよ。男か女かということよりも人間なのか人間じゃないのかっていうところでやってますね。ここです。世界は民族紛争してる場合ではないんだ。宇宙人とかヤバそうな人とも仲良くしなければいけない、仲良くできる、それを表しているのがメルティースマイルなんじゃないか。私はそんな気がしてなりませんね。はい、このイベント、豪華4組が出演しますので、チケットというねサイトの方でチケット予約を受け付けておりますので、皆さんどしどしとご予約ください。こんな素敵なことが見られる西川口って素敵ですよね、わらびの皆さん。以上、ハートハラハタ2024年一発目の一押しイベント紹介でございました。さてエンディングです。今回の月刊ハート通信いかがだったでしょうか。次回の更新は1月30日火曜日の予定となっております。お楽しみに。今年も、西川口ハーツ、そして月刊ハーツ通信の方を何卒よろしくお願いいたします。それではエンディングに2月3日出演メルト4のミュージックビデオをご覧いただきながらお別れいたしましょう。さようなら。